こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。日本野球界の伝説って数多くあるじゃない？そうだな。いろんな記録とか、話題になったこととか、めちゃくちゃたくさんあるよな。その中でも、王貞治についてちょっと調べてたんだけど、気になることがあったの。現役時代は巨人に所属していて、引退後も巨人の監督を務めたけど、あっという間に辞めてるじゃない？うんうん。その後、ダイエーホークスの監督に就任して、今では球団取締役会長、特別アドバイザーにまでなってるけど、現役時代にお世話になっていた巨人じゃない球団に行った理由って何かあるのかしら。なるほどな。確かに現役は巨人、監督ではダイエーホークスのイメージが強いよな。じゃあ今回は、王貞治がダイエーホークスの監督に就任した知られざる真実について紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。王貞治は高校時代は早稲田実業で4期連続甲子園出場を果たしてるぜ。甲子園優勝とかノーヒットノーラン達成とかで世間を沸かせて、鳴り物入りで巨人に入団。投打両方の才能を買われての入団だったけど、プロでは野手として勝負することになったぜ。高校球児の頃は二刀流の大注目選手だったのね。そうそう。でも打撃に重心を置くようになって、オープン戦でいきなり5本塁打を叩き出したんだぜ。圧倒的強さ。最初だけだったけどな。開幕後はプロのレベルに苦しんで、1年目は打率1割6分1厘、7本塁打に終わったんだ。最初に5本塁打してるから、本当にその後が全然だったのね。プロはそんなに甘くなかったんだな。23年目も期待されていた結果は出ず、まずまずの成績で終わっちゃったぜ。大注目していただけあって、物足りないわね。しかし、4年目の1962年には変化があるぜ。その年から就任した荒川博史コーチと一緒に、一本足打法を完成させて打撃が覚醒したぜ。かの有名な一本足打法。4年目に確立したのね。ここから波に乗って38本塁打、85打点をマークして初のタイトルとなる本塁打王と打点王を獲得。1963年にはルーキー時から巨人の主軸として活躍していた長嶋茂雄と巨人優勝の原動力となって、コンビとして ON4 って呼ばれてたぜ。ON4?ニューヨークヤンキースのミッキー・マントル、ロジャー・マリスを指す。MM キャノンに習って名付けられたらしいわね。そうそれ。基本的に3番に大石、4番に長嶋氏を配置してたんだよな。二人の背番号は巨人軍の永久欠番なんだけど、同球団では2021年の9月時点で存命の永久欠番認定者はこの二人だけらしいぜ。まるで黄金期ね。1964年には2013年に破られるまで長らく日本記録だったシーズン55本塁打をマークしたぜ。以降は毎年コンスタントに40本後半の本塁打を放つ驚異的なホームランバッターに変貌したんだぜ。たった4年でタイトルを獲得してその勢いが止まらないって、とんでもない化け物ね。ちなみに、一緒に巨人で活躍してた長嶋茂雄とコンビとして ON4 って呼ばれてたぜ。まさに最強コンビね。そして1974年に NPB 史上初の600号本塁打、1977年には世界新記録となる756本塁打を達成するとか、前人未到の記録を次々打ち立てたんだぜ。それから1980年、この年も30本塁打を記録しながら同シーズン限りで現役を引退。22年の現役生活で積み上げた本塁打の数は空前絶後の868本にもなったぜ。その他にも2年連続の三冠王とか13年連続を含む15回の本塁打王獲得、8年連続を含む13回の打点王とか、数えきれないほどの偉業を成し遂げたんだぜ。まさにレジェンドね。高校でもプロでも本当にすごい選手だった。で、気になるのはその後だよな。引退翌年の1981年から巨人の助監督を務めるぜ。現役最後の5年を選手兼任コーチとして過ごしていた大石は藤田元司監督。牧野茂ヘッドコーチと一緒にトロイカ体制で1981年の日本一、1983年のリーグ優勝に導いたぜ。やっぱり助監督でも素晴らしい結果を残していくのね。凄すぎて語彙力を失うぜ。1984年に巨人軍第11代監督に就任したぜ。でも前年リーグ優勝のチームを受け継ぎながら就任から2年連続で3位に終わっちゃったぜ。あれれ、思うようにはいかないわね。まあ敵の作戦もあるし仕方がないっちゃ仕方がないわ。単純なゲームじゃないもんな。1985年には、自身の持つシーズン本塁打記録にあと1本と迫った。阪神タイガースのランディバース選手に対する敬遠攻めをやめなかったことで批判の声もあったぜ。レジェンドといえど人なのね。そりゃあ自分の記録塗り替えられたら面白くないものね。気持ちはわからなくもないけどな。阻止するのはなんか違うよな。
そんなこんなで1986年は8月下旬時点で、225.5 ゲーム差をつけて首位に立ったぜ。今年こそはいけると思った矢先、主砲の原辰徳選手が故障で戦線離脱。それもあってか、広島東洋カープに追いつかれてしまったんだ。主砲の故障は大きな痛でね。最終的に、広島と激しいデッドヒートで勝率3厘差の僅差で敗れたぜ。ギリギリで、また優勝を逃しちゃったんだ。良いところまで行ったのにね。翌年の1987年、後楽園球場を本拠地として戦う最後の1年となったこの年は、投打ともに穴のない総合力の高いチームで挑んだぜ。打線は4番のウォーレン・クロマキ選手を中心に3割打者が5人並ぶ強力打線を結成。投手陣も2年目でエース格となった桑田真澄投手や江川卓投手、牧原博美投手など、抜群の安定感で固めたぜ。伝説の選手たちばかりだわ。今度こそ優勝間違いないわね。チームは6月13日に首位に立って、以降は一度も首位を明け渡すことなく独走し、終わってみれば2位の中日ドラゴンズに8ゲーム差の大差をつけて悲願の監督就任後初優勝を果たしたんだ。よかった、本当によかった。だがしかし、日本シリーズでは西武ライオンズに敗れて日本一達成は翌年に持ち越しになったぜ。惜しい。最強のチームになったと思ったのに。東京ドーム元年であり、リーグ2連覇と初の日本一を目指した1988年は、主力や主に故障者が続出して厳しい戦いを強いられることになったぜ。ああ、故障者出ちゃうとやばいわね。投手陣も前年限りで引退した江川投手の穴を埋められなくて、なかなか勝ち星を挙げることができないままシーズンが進んだぜ。最終的に優勝した中日に12ゲームもの大差をつけられて2位に終わったぜ。前年の仕返しのような結末ね。これで連覇と日本一の夢は音を立てて崩れたわね。これは悔しい。それから、まだ公式戦が4試合残っていた9月29日、大志はフロントから責任を問われる形で辞任を発表したぜ。事実上の監督解任となったんだ。解任。大志が監督を務めていた5年間のチームの成績は、リーグ優勝1回、2位と3位が2回ずつで、決して悪い成績ではなかったと思うけど、解任する必要はあったのかしら。選手の故障さえなければ、2連覇も日本一も可能性はあったはずよ。背景として、球団フロントや親会社の様々な思惑があったと言われているぜ。当時の巨人はオーナーである正力徹氏が絶対的な権力を持っていたんだぜ。正力氏は大志を解任する気はなかったけど、ある人物の一声で解任が決まったらしいぜ。オーナーはそのつもりがなかったのに、解任することになるなんて、一体誰がそんなことを？それはなんと、巨人の親会社である読売新聞社の名誉会長、武田光雄氏だぜ。武田氏は大志が監督を務めた5年間を成績低迷、大志は日本一になれない。って判断して、大志の解任を決断したんだって。読売新聞社の名誉会長。これで成績低迷って、ハードルが高すぎない？厳しすぎる。優勝以外認めない主義なのかもな。まあこんな感じで球団じゃなくて、親会社主導となって大志の解任は決まったんだけど。世間には大志の辞任として発表されてるぜ。大志は9月6日時点では自分からは辞めないって言ってたのにもかかわらずだ。みんな、おかしいと思うでしょ。そんな急に心変わりするかしら？不満だからって解任するなら、そう言えばいいのに。違和感あるよな。ちょっと遡って1981年、この年巨人は長嶋監督を成績低迷を理由に解任しているぜ。でも、巨人の英雄であり、国民的スターだった長嶋氏を首にした代償は大きくて、それなりにファンたちが離れたこともあって、読売新聞の発行部数が激減するっていう痛手を負ったんだ。だから大志の時も同じようにファンが離れていくのを阻止したくて、辞任したことに仕立てようとしたっていうの？なんというか、潔くないわね。親会社の言うことだからな。球団フロントは責任を問うって形で大志を辞任へと追い込んだみたいだぜ。追い込まなくても、事情を説明とかじゃダメなのかしら。納得してもらえなかったら困るから、自発的に辞任してもらうしかなかったのかもな。親会社とはいえ、球団関係者でもない一人の発言で辞任に追い込まれるなんて災難にも程があるよな。どうしようもないけど、こうして大志はチームを去ることになっちゃったんだぜ。親会社の一存で、まだ優勝が狙えたかもしれないのに辞任させられたのね。ちょっと巨人のイメージが下がったわ。チームは悪くないんだけどな。大志は監督解任後、NHK の野球解説者として活躍していたけど、1994年のオフに、福岡ダイエーホークスの監督に就任したぜ。解任沙汰があった後だから、変にドキドキするわね。実際かなり大きな反響を呼んだぜ。当時のプロ野球人気は巨人がずば抜けていて、
野球イコール巨人って表現しても過言ではない時代だったぜ。現役時代から巨人一筋のスーパースターだった大石が、なんで不人気のパリーグに行ったのか。しかも、東京から離れた福岡で監督を務めるのか。そんな声で溢れてたぜ。確かに、わざわざダイエーホークスを選んだ理由はわからないわ。大石自身も後に当時のことを僕の知り合いはみんな反対した。100人が100人反対したって言ってたぜ。でも大石の気持ちは真逆で、だからこそ監督就任を決めたらしいぜ。心機一転ってこと？そうだな。生涯巨人の思いを断ち切って、在京球団やセリーグ球団より、パリーグで東京から離れた福岡の方がまっさらな気持ちで再スタートできるって考えたみたいだぜ。その頃、ダイエーホークスはあんまり強くはなかったわよね。言っちゃ悪いけど、弱小だったな。監督就任1年目は借金18の5位。翌年も開幕から波には乗れなかったぜ。5月9日には不満を爆発させたファンが生卵を投げつけるっていう生卵事件が発生したぜ。ちょっと、もともと強くなかったチームが勝てなかったからって何よそれ。今じゃ考えられないけど、当時だって普通ではないぜ。スター街道を歩んできた大石にとっては経験したことのない屈辱だったろうな。それでも我々は勝つしかないって地道にチームの強化に励んだぜ。よく心が折れなかったわね。巨人の監督辞任の悔しさもあったのかしら。ありえるよな。それで、1998年に21年ぶりになる A クラス入りを達成したぜ。翌年はついに球団創設初となるリーグ優勝と、巨人の監督時代にはつかめなかった日本一を成し遂げたんだ。すごいわ。弱小チームを日本一に導いたのね。あの巨人をも差し置いて、大石の選手が失敗を恐れずに伸び伸びできるようにするっていう方針が花開いた瞬間とも言えるぜ。以降は翌年も連覇を果たしたり、一気に強豪チームに姿を変えていったんだ。ファンは大歓喜ね。上昇チームじゃなくて、弱小からの日本一なんて想像できることじゃないわ。2008年に退任するまで14年間で日本一が2回、リーグ優勝3回、A クラス10回ってパリーグ最強チームに育て上げたんだぜ。監督退任後は、ソフトバンクの球団取締役最高顧問に就任して、今も球団取締役会長特別アドバイザーとしてチームを支えているぜ。どうよ巨人、大石を辞任させたことを後悔してるんじゃないかしら？これだけの実力を持ってたんだぞって見せつけられただろうな。いかがでしたか？この動画を楽しんでいただけましたら、グッド評価をいただけると動画作りの励みになります。よろしければチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。